きます。バタフライの第一キックがうまくできず前に体重移動をさせていくことができません。第一キックを上手に打つために意識することやドリル等がありましたら教えてくださいということですね。まあ、この第一キックに関してみれば、まあ、一番いいドリルはもう片手ドリルが一番いいかなと思います。で、まあ、その体重移動っていうのを考えた時にやっぱりこの第一キックを強く蹴ったから体重移動っていうのはつながっていかないので、まあ、少し第一キックを蹴った後に手の位置をですね、少し気持ちちょっと斜め下に入れてあげると体重が乗りやすいかなと思います。意外とこう手が止まってたりとか、まあ、もしくはあとは考えられるのは水中に顔が入った時に息が吐けてなくて、力が入って体重ができないっていう、まあ、どちらかだと思いますので、ぜひ練習でやってみてください。皆さん YouTube チャンネルのご登録はお済みでしょうか。森高いる塾は水曜日、金曜日に定期動画を配信しております。またライブ配信などを配信するとき、いち早く情報っていうのが YouTube チャンネルを登録することによって知ることができますので、ぜひご登録をよろしくお願いいたします。